商品レビュー専門の J です。皆さん、USB の扇風機で使ってますか？ポータブルな扇風機使ってますか？便利だけど、ま、なんかちょっと凝りすぎてるところもあるんですよね。もっとシンプルなものが欲しい。あとは角度調整。真上にしたいんだけどできない。あとは真下にしたいんだけどできない。そういうものが多いんですよね。まあ、大体は人に向けることを考えられてますので、90度の角度ですよ。まあ、床に対して平行って感じですね。ただ他の用途でも使いたいんですよね。どういう時に使いたいのか。まずはサーキュレーターみたいに部屋の空気を回したい。その場合上に向けたいんですよね。あとは物を乾燥させたい。下に向けたい。まああと何か冷却したいとかね。そういう細かい用途に便利なもの。E プラス JP から提供を受けたこちら。USB ミニファン。ストレートな名前。シンプルな USB のファンですね。こちら。USB のケーブルが直付けですね。これ直付け、なくさないからいいんですよね。使おうと思ったら、あ、ケーブルがなかったってある。これだったら、ケーブルついてますからね。なくすことないですよ。それとスイッチ。シンプルなオンオフだけ。わかりやすい。USB に給電されれば自動的につきます。だから連動も楽ですね。まあ、こういう単純な仕組み、嬉しいですよね。もっと細かいこと言いますと、USB 端子に 5V がかかってれば回ります。だから 5V 電源があれば大丈夫ですね。自作する人でしたら多少高くても低くても大丈夫かな。まあそこら辺は自己責任で。今回適当な USB 電源に接続。電源入れます。涼むのには十分な風量ですね。これ最近クールビズでエアコンの設定強くしてくれないんですよね。だいたい弱く動いてる。その時に USB のファンがあると便利なんですよね。電源はパソコンに接続しとく。パソコンが不安だったら USB の AC アダプターを持ってくる。職場的に変なものつなげたくない、そういう人は USB のモバイルバッテリーを持ってくる。そういう方法で対応できますからね。あ、そら最初に言ってたこと、これ360度回りますね。下向きにもできる、上向きにもできる。ぐるぐる回りますね。上向きにしとくとサーキュレーターですね。冬場ですと天井に上がった熱い空気を下に下ろすことができます。あと夏場ですと床に置いとけば足元の冷たい空気を上に上げることができますね。それが上向きのサーキュレーター。あとは下向き、何か乾燥したい、濡れた服とかは乾燥したい、その場合下向きで服の上に置いとけば乾き早くなりますからね。そういう用途でも使えますよ。この下向きってなかなかないですよね。下向きでちょっとスペース空けて置いとける、乾燥に使いますね。あと冷却にも使いますよ。あとは空気を流したいけど直接当たりたくない、そういう場合も下向き嬉しいです。この状態で置いとけば心地いい風がふんわりきますからね。これはちょっと意外な発見でしたね。この360度もある好きな角度で使える、まあ、いろいろ応用範囲広がりますよ。スイッチも簡単なスイッチ。そして USB 電源に接続するだけで使える。USB の機器に連動する。使いやすいですね。ちょっとかゆいところに届く USB の扇風機を求めてた人、ぜひこの E プランスの扇風機、検討してみてください。今日も商品レビュー専門の動画、見てくれてありがとうございました。